はい、どうもこんにちは、クリゴリ GNTS です。いやー、久しぶりですね。皆さんといってもあんまり見てる人が少ないんですけどね。今回はね、ガチャガチャの作り方ですよ。ガチャガチャっつってもちゃんとしてるやつですけどね。よし、じゃあ早速いきましょう。変な、じゃあまずここに、まずですね、ここにこの4個こうついてるブロックを、まず板ですね。板がこの大きさです。この大きさの板を1枚とこういう板、この板は3枚ぐらい持ってます。いや、でもじゃなくて、はい、ではそしてこれをつけます。その後、ちょっと色はちょっと揃ったのがなくて、すいません。当然ガチャガチャの作り方なので結構時間かかりますね。はい、では その後、こういう1、2、3、4、5、6、7、8インチっていうのかな、わかんない、こんなのをここにつけます。その後この何でもいいんですけど、こんなやつをここにつけて、難しいな、よし、こういう場合は違う板でこうやって押し込めばいいですよ。いいですよ。その後、このこういうブロックをここに1個つけて、その後他のブロックは、こういうブロック、4インチ的なブロックをここにつけて、その後、早くしましょうか。これじゃ進まないですね。20分はかかりそうかな。わかんない。そこまで見てくれる人がいるか。その後、ここをつけて、その後、こんなのをつけて、ちょっと喋んないでいいですかな。ちょっとこれ、早く進ませましょう。こんなのをつけて、ここにも1個つけて、その後四角いのをここにつけて、そしてあともう1段ここにこうつけて、よし。その後ですね、ここつけましたね。こう、その後よし、こんなやつを、まあどれでもいいですよ。こんな感じのでも作れると思いますね。はい、ここにつけて、ここに取り付けて、その後こんなのをここに取り付けて、よし。どんなガチャガチャか、まあ後のお楽しみっていう感じ。どうしようかな、パート1、パート2って作った方がいいかな。その方がいいかもな、わかりませんね。途中で、もし、終わっちゃったら途中で、また作ります、パート2を。すいませんね、その時は多分、メモリがなくなっていると思うんで。はい、その後こんな感じのに、これにこんな小さいのをこうつけて、その後ここに入れます。これがお金取るやつね。お金取ったりこう出すやつ、いけるかも。そしてこれです。これ。
これはまあまた後でのお楽しみです。こんなのを作ってここに入れます。あとこれ似てる場所もあると思うんですけど、パクリじゃないのでね、あのはい、パクリじゃないので、はい、その後です。ここにこれつけて、ここに多分これつければいいと思います。はい、こんなの作りました。その後メモリあるだろうな。その後どうしようかな、これ、あ、やっぱりすいません、これ取りましょう。これを取って、取れない、あ、壊れた、最悪だ、壊れた、壊れた、仕方がない。まあ、よし、次こういうブロックですね、こういうブロックを、ここにつけて、その後こんなの、あれ、どうしようかな、またミニブロックが必要です。ミニブロックはちょっと待ってください。ミニブロック、オッケー、ここに使って、そしてさっきのようにこれもまた入れて、こう入れて、はい、では多分、はい、パート2はやっぱりまた作ります。パート2まで見てくださいね。はい、まあここまでです。とりあえずここまで作ってください。じゃあ、バイバイ。